こんにちは。今日はブリッツリポートの機能をユーザーに割り当てる方法をお見せします。インストール直後はブリッツリポートの機能はまだナビゲーションネントリーにありません。ブリッツリポートのアイデアはすべてのナビゲーションメニューでブリッツリポートを利用可能にすることです。これを行うにはブリッツリポート o アップデートメニューエントリーズという並行プロセスを実行します。ブリッツリポートアップデートメニューエントリーズ このプログラムはシステム管理者の責任ですので通常はデフォルトのパラメータで実行するだけですこんな感じでデフォルトで実行するとすべてのアクティブな責任のナビゲーションメニューにブリーツリポートの機能が追加されますアクティブな責任とはその責任に少なくとも1人のアクティブユーザーが割り当てられていることを意味します また、純粋な HTML ナビゲーションメニューにも古いフレームワークの機能を追加します。したがって、古いフレームワークナビゲーションまたは古いフレームワークの責任では、ブリッジポットの古いフレームワークバージョンが表示され、フォームの責任ではフォームバージョンが表示されます。責任を切り替えたときに、それが確認できるか見てみましょう。 コーンプロースは通常かなり軽く実行されます。General Lecture Responsibility に切り替えます。さて、ここにナビゲーションメニューにブリッツレポートが表示され、上部に Excel アイコンがアクティブになっているのが見えます。インストール直後はグレーアウトされていましたが、この Excel アイコンにアクセスできるようにすらうには、ナビゲーションにメニューエントリーが必要です。ブリッツレポートの機能にアクセスするために。 テストをして強いも優れたレポートを実行できます。これステージがソリュジャニーであるのが見えるね。現在実況中ですで。証明後にデータが表示されるはずです。はい、これで完了しましたね。あ動いてるようですで。これはサンプルレポートです。ね、つまり、まではすべてのユーザーが、すべてのナビゲーションメニュー、 でどの責任範囲でもナビゲーションツリーの最後にブリッツリポート機能を持っており、ここから Excel アイコンを使ってアクセスすることもできます。デフォルトで皆さんユーザーアクセスがあります。つまりログイン責任においてアクセス権がある例ートのみ実行できます。例えば相関定印象のユーザーはー財務レイポートのみ実行できますというふうに。 開発者にブリッツリポートのより高いアクセス権を服用するにはブリッツリポートアクセスというプロフィールオプションがありますまずそのプロフィールオプションをお見せしますねプロフィールオプションを見てみましょうシステム管理者と一緒にシステムプロファイルへ 現在の C よりも高いものに自分のユーザー設定を上げましょう。管理者としてログインしています。ここにプロフィールオプション名があります。ブリッツリポートアクセスです。インストールこのデフォルトはサイトレベルでのユーザーです。ユーザーが最低レベルで4つの4つなるレベルがあります。ユーザーは割り当てられたレポとトしかああ実行できません。つまり、 アカウント責任でアクセス権があるレポートのみ実行できるということです。そして SQL クエリーを変更することはできません。ユーザー管理者はどのレポートでも実行できます。しかし SQL クエリーを変更することはできません。開発者は SQL クエリーを変更したり新しいレポートを作成したりできます。ただまだアップロード機能の変更はできません。 アップロード機能を維持したり、作成したりするには、最上位のシステムレベルが必要ですで。これらのアクセスレベルやプロフィールオプションの地名については、えー、開発者ガイドにも説明があります。こちらのウェブサイトに詳しく載っています。そして、ここにあるプロフィールオプションセクションで、プロフィールオプション名と和となるレベルが説明されています。 そして、えー、設定していない場合のデフォルト設定では、えー、レポートを実行することはできません。なおでも少し説明しましたが、これはライセンス使用量の管理にも使われます。レポートの実行権限がある人は、最初にレポートを実行した時に使えるライセンスの一つを消費します。ですから、ここに見せましょうか。ブリッツリポートの画面があり、もし持っていれば、 あまだ自分のプロファイルオプションを設定してないので、セットアップ画面にはまだアクセスできません。それをやってみます。設定しなければなりませんね。私、VAS のユーザー栄養より高いレベルに、レポートアクセスです。あ、これは管理者です。そしてそれを設定します。これは管理者ですんで、目とも高いレベルのシステムです。ということは今度は、 一度、責任を変更する必要がありそうです。そして今、ブリッツレポートにアクセスすると、ここにセットアップボタンが見えます。セットアップボタンの後ろにセットアップ画面があって、今完全にアクセスできます。これは、SQL クエリを変更したり、パラメーターを変更したりできるということです。 ワイドサイドはこのレポートを実行することができるユーザー層を制御します。ワイドサイドは様々なレベルで行うことができます。サイトレベル、アプリケーションレベルなど、はじめからインストールしにはアプリケーションレベルとフォームレベルで割り当てを提供しています。ただし、要件に応じてそれを変更することも自分の割り当てを追加することもできます。しかし、ライセンス仕様を示したかったんです。インストール直後には、 ね、ブリッツリポートには、えー、3ヶ月有効で10人のユーザーが使えるテストライセンスキーがインストールされます。そしてここでアクティブなユーザーを確認できます。ダブルクリックもできます。そして現在私がレポートを実行したんでシステム管理者だけがアクティブであるはずです。こういうふうに。レポートを実行できるすべての人は自動的に利用可能なライセンスの一つを消費します。 例えば何千人ものユーザーがいるけれど、ブリッツレポートライセンスが数白しかない場合は、それをコントロールしたいかもしれません。どのううユーザーがレポートを実行できるかを管理するということです。そうするためには、ブリッツビューポートアクセスのプロファイル設定をサイトレベルから消去することができます。そうすることでユーザーがレポートを実行するのを防ぐことができます。やり方をお見せします。 シスアドミン完全に拡張します非常に多くのユーザーベースがありブリッツリポートライセンスが限られている場合サイトレベルからユーザーバリューを昇去しますその場合レポートを実行しようとすると 今別の責任に移りますえ。見てください。ブリッツリポートのメニューエントリーがナビゲーションから消え、ブリッツリポートのアイコンも利用できなくなりますで。それがグレーアウトされています。こうしてユーザーがレポートを実行するかどうかを制御できます。これらの設定は開発者ガイドにも説明されています。プロファイルオプション設定のセクションがあり、 特にセキュリティとユーザー、プロファイルについての部分です。ブリッツリポートのセキュリティはコツのあるレベルにあります。最初にどのユーザーがどのアクセス権を持っているかを制御できます。それがブリッツリポートアクセスプロファイルオプションです。次に、どのユーザーがどのレポートを実行できるかを制御し、この割り当てを通じてここで制御します。これが以前に示した画面です。そして、レポートウのどのユーザーがどんで他にアクセスできるかを制御できます。 これはここで説明されています。そしてユーザーライセンスをブリッツレポートユーザーに利用可能にする様々な方法もあります。でこのセクションにユーザーライセンスの割り当てが説明されています。インストール直後のデフォルトはあなたがブリッツレポートのアクセスプロファイルオプションをサイトレベルでユーザーに設定している場合自動ライセンス割り当てになります。 つまり、レポートを実行する人は、ライセンスを一つ消費し、少なくとも60日間そのライセンスを保持します。ただし、えー、先ほど述べたように、利用者が非常に多く、ライセンスが限られている場合、受動でライセンスを割り当てることをお勧めします。その場合は、サイトレベルでのブリッツレポートのアクセスプロファイルオプションをクリアし、ユーザーレベルで個別に割り当てることになります。 以上がブリッツ z レポートのユーザーライセンス管理についての簡単な紹介でした。追加の質問がある場合や設定に関して助けが必要な場合はお気軽にご連絡ください。打ち合わせの機会を作ることも可能です。ご覧いただきありがとうございます。